チャンネルダットの時間です。大地です。チリです。リュウジです。フロです。はい、よろしくお願いします。お願いします。いただきます。一応説明します。今日はね、あのまた撮影の日なんで、はい、バンドの日なんで、お昼ランキングをいつもやってるんですけど、今日は、はい、笹玉がですね、はい、牛丼屋さんでバイトしてるってこともあるので、はい、牛丼や違うやつ食べ比べてみたら分かるんじゃないかな。当てられるかな。キキ牛丼です。キキ牛丼やります。イエーイ。外れた。首首だ。もちろんすき家、はい、はいはい、吉野家、はい、松屋、はい、もう一つあるんですよ。どこ。セブンイレブン。はい、思いますので、お楽しみに。セブンイレブンね。はい、それでですね、じゃあ皆さんも同じ風に置いたんで、ここから右側から1,2,3,4 で、1,2,3,4 で、正解を最後、1はどこだと思う、2はどこだと思うって聞きますので、当たった方には、卵1年分をプレゼントします。本当ですか。それまず超嬉しいですけど、365個、36パック。すげえ。マジで言ってる。それすげえ。すげえ。だけど転売します。はい、じゃあまず1番から皆さんちょっと食べてみてください。はい、失礼します。1番、これね、これ1番がね、はい、はいはいはい、これ絶対イレブンじゃない。わかるかな。うん、なんとなく頭に浮かびました。一番どこか。うん、じゃあ二番も食べてみてください。二番、次二番食べてみてください。2番、左側ですね。これです。はい、わかるかな。どれ。これもお店だ。違うね、味。あ、全然違う。あ、なるほどね、違う。なんか喋れよ。今日は喋る人も欠席なんで。ダブルサムライが欠席なもんですから。うん、2番。違う。あ、3番行ってみてください、3番。3番、右上を。はい。もう、見てる方には正解出してありますんで。はい。いや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 。マジか。わからなくなるんだよ。あ、絶対違う。あ、もう1番絶対分かった。1番が分かった。1番が分かりました。あ、1番が分かった。俺も3番はもう分かりました。3番も分かった。おお、すごい。え、で、俺あの松屋で牛丼を食わないんですよ。あ、カレー食うんですよ。あ、松屋はカレーを食べるよね。でも確かに味は違いますね。うん、違う。じゃあ4番も食べてみてください。4番も。これすげえポイントじゃないですか、この色。これだけ色が違うんだよね。すげえ色だもんね。なんか1個だけちょっとなんか、うん、あ、違うんですよね。うん、あ、違うんだ。これは俺が全部食べてないんで分かんないんですよ。これ1と4は鉄板が出たもんね。1と4は鉄板。あ、2と3難しいんだ。あ、そうだね、こうなるよね。全然違う。これ米もセットっすよね。米はセットのやつを、その店のやつ。お店のやつ。パーセントっすよ、これ。はい。OK、これどうやって答えますか。じゃあ、ちょっと聞いていきますよ。1番を1人ずつ聞いていきます。はい、じゃあ、1番、どこですか、樹里さん。1番。吉野家、ゆいさんは1番。絶対吉野家です。吉野家、1番は、こうちゃん。吉野家ですね。絶対吉野家。はい、じゃあ2番は松屋。2番松屋。はい、2番。2番はすき家ですね。すき家。はい、2番はこれ松屋です。松屋。はい。3番はすき家。3番が松屋。松屋。3番がすき家。4番はセブンイレブン。セブンイレブン。はい、じゃあ3番と4番が、この2人とゆいさんで違う。2番3番ですね。2番3番が違うね。はい、
正解の方がいらっしゃいます。よあら卵2年分じゃないですか。いや卵2年分、半分に分けましょう。半分には正解は1番、はい、吉野家です。いやそれはもうやっぱ一番美味しいよ。4番、はい、セブンイレブンです。もう時間経ってるもん。明らかに変なお米が、お米がちょっと違うんですよね。お米が違う。3番は自信ある笹鎌さん。これありますね、自信ある。そうだよね、仕事してるもんね。ね、あのなんかビリッはい、3番はすき家です。おー、2番が松屋ですね。あ、お二人が正解ということで。でもちょっと近い感じだった、ちょっと悩んだ。なんとなくね、癖はあるんだよ。ただぶっちゃけで僕どっちも行かないですよ。ああ吉野家オンリー。ああねえ、あやっぱさすがだね、分かるもんなんだね。でも全然違うね。違いますね。一番やっぱあのすき家はやっぱ一番初めに分かるもんな。もうこれはすぐ分かりました。やっぱすき家だってなるんだ。そうするとやっぱり他の人よりは当てやすくなるよね。ズルちゃんよく分かる。よく分かった。結構結構満遍なんだ。松屋すごい言い方ですけど、味が一番薄かったから。ああ、確かに。確かに。なんかかけるよね。あ、かけますね。かけるよ。なんかしらかけちゃう。かけるのいっぱいある。あるあるね。そんな感じで、今日はいつもと宿坊違って、キキ牛丼やってみましたけども、皆さんもぜひね、いろんなね、ところを食べ比べて、好きなところがあったらコメント欄に書いてください。またお会いしましょう。ありがとうございます。笹鎌釣り解放おめでとう。